ファンンディング新しい未来をつかみ取れすいませんちょっとそもそもの質問なんですけどあのご経歴的に水商売が多かった風俗も、えー、スタッフさんされてたっていうことなんですけどそこからなんか今回のチャレンジ1100万円それで結構やっぱり。 群雄割拠な業界で新しいアイデアをお持ちとはいっても結構ハードル高いっていうかビッグチャレンジじゃないですかそ,うです、ね、そこになんかこう至るまでのきっかけとか思いとかあれば、はい、一旦聞いてみたいなと思いました、はいはい、正直僕風俗自体があんまり好きじゃないんですよねど,すどちらかというと得意っていうかぶツずツと伝わってきたので、まあ、女の子を派遣したりもありますし得意分野なので冷静な目で見れるというか。うん まあ好きになっちゃうとちょっと高くてもいいじゃんみたいになると思うんですが妥協せずにですね冷静な第三者の目で見れてるでその中でポータルサイトやってこういうふうに女の子もバックできたらいいなと思ったんですがまあいろいろ不衛法のことで、うん、じゃあお店がなきゃ無理だよねっていうことでどちらかといろんなお店で働いててちょっとお店の取り分が多すぎるから、はい、いいポータルサイトがあって女の子たちがもっとこう うまくお客さんとウィンウィンできたらいいなみたいな。そうです。ことで、でも枠組み的にやっぱりそのお店っていうのを挟まないと、どうしようもないよねということで。お店もやっていくってことなんですね。すねはい、なんかちょっと全然わかんないですけど、そんなにこうデリヘルの女性の方が。働く報酬とか。 労働環境っていうのはそんんななに劣悪なんですかお客様が使うお金がどんどん少なくなってきているので平均所得が増えたてた、ね、だお店の方も単価を下げなきゃダメ、うん、参単価を下げるイコール女の子の給料も下がってお,、うん、お店も下がっていくとここで工藤さんがなぜ自分が立ち上がろうと思ったのかが僕は聞いてみたいんですよね純粋に女の子のバッグを上げたかったっていうことですねうんでもデリヘルは好きじゃないですけどそこで働く女性たちはもっと幸せになってほしいなっていうことです、ね、そうですねはい 僕はなんかその前提が結構気になってて歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーション・グループオーナー桑田竜星年商14億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思うまず工藤さんが三重でどれぐらいデリヘル業で有名な方で で、どれぐらい女の子の信頼も得てて、で、その人がお店をやるんだったら集まってっていう、その銀座スタイルとか歌舞伎町のホストクラブスタイルで考えてるんですね。で、それを思った時に、なんかそんな説得力がなくて、なんか思いつきがどんどん発展していった結果のプレゼンを聞いててる気がしてて、工藤さんの影響力があんまり見えてないんじゃないって思ってて。 でやっぱりこの風俗王の方々はもう僕も何人もお会いしてるんですけどもとんでもない資金力なんですよでその人たちは全国に展開してるんですよでやっぱそことの戦いになった時に工藤さんがその人たちより得,得てる信頼関係とか集客力とかないと絶対にそこに人は集まらないんですよ気上の空論で人は集まんないんですよなんかそれをすごい思ってて今まで何もしたことないなんか実際経営もしたことないんですよね 関係はないです。だからなんかその実績のない人に僕は人は行きますか？逆にそもそも集客が集客が難しいんですか？いや<の>怪しいです。100%もまず怪しいんですよ。怖すぎて言わなかったんですけど、<う>画期的に見えてあの儲かんないから誰もやってないっていう説が高いと思うんですよ。ああああこんだけ歴史もあって群雄割拠なね競争が働いてる中で、例えば10人女の子雇って100パー バックしたら月に10人マネジメントしてお店のサイトとかいろいろやって電話受けたりして50万円しか儲か儲ないですよね登録料の10人分そうです、ね、10人女の子稼働させて店回して50万円でじゃああなたの給料は雇うスタッフさんの電話番の方の給料はってなると相当スケールしないとない。 儲からないし、女性の方の取り分は確かに上がると思うんですけど、本当に労働環境良くなるんですかね、お店がそれしかお金入ってこなくて。やっぱりね、こうまあ僕もね、その最初やっぱいろんなホストクラブが賞金100パーとか総売り100パー、こう移籍金こんだけ積みますとかでやってるんですよ。でも結局どこのホストクラブもやっぱり。 広告費をかけなきゃいけなかったり、そのホストたちをマネジメントするメンバーをあの集めなきゃいけなかったり、ホストたちをかっこよく見せるカメラマンだったり、スタッフさんを、こう、ヘアメイクさんとかを雇わなきゃいけなかったりとか、結局いろんなことを積み重ねた結果、そのお金かかるんですよ。物を売る、人を売るっていうのは。だから、それを抜きにして女の子にただ払いますよ。でも、女の子は自分で売ってってねってなったら、 またそれはそれで女の子からしても労力がえどうやって売ったらいいかわかんないとかいっぱいあるんですよそのハードルがねだからそういう意味だとなんかすごい気丈の空論されてるなっていうイメージしかないです今のところえっとすみません株式会社ティズインベストメント会長竹野内幸宏イラク創業後わずか7年で直営600店舗に拡大し270億円で売却20を超える事業を黒字化 YouTube は半年で10万人登録など進撃は止まらない リラクゼーションの虎が癒しの力で志願者を翻弄する。一店舗ちょそのお店をやった場合、どれぐらいの売り上げ見込んでますか一ヶ月で。一店舗ですか。はい。もうそれこそ女の子の在籍。一店舗というかごめんなさい、その複数の店舗合わせた話なんですけど。はい、はい。自分でやるそのお店はどれぐらい利益かあ売り上げ上げようと思ってます。できれば目標は300人ぐらい在籍させたいなと思ってます。300人なんですね。はい。目標はそこを。ということ, 1, とで1500万どうせ。 あごめんなさいそれはまあ会社の取り分ということですね、売上はじゃあ、もうとんでもない額になりますよね。じゃあ、それは売り上げ自体というか、ちょっと待ってね、僕もちょっと帰ってきましたので、でも、売上ってあんまり関係なくないですかいや、ちょっと知りたいです。あそういうことです、ね、300人で売り上げが一応、1500万ぐらいです、ね。それはあの1人5万円もらってるからですよね、そうですじゃなくって、お客様からいただくお金のトータルの売上ですよね。 そこは逆に言うとコースによって値段が全然違う。そうかもしれないけどね。<laughs> <で>どありがとうございます。そ,<の>それを言い出しちゃったら切りがないから、ざっくり竹内さんが聞いてるのは、500に女の子がいたら1ヶ月にお店としてもし入るんだっていくらぐらいの売上があるのっていうこと。売上ですよね。<や>お客さも要するにす、ね、新規でお店をやろうとしてるわけじゃないですか。はい、じゃあその売上って大体考えてないですか。はい、そう売上自体は。 正直そうだってよく考えてほしいんですけどね、うん、えと女の子から5万円ずつもらって300人集めて1500万でしょ、はい、これ2倍や3倍じゃ済まないですよね売り上げは済まないですねですよね、はい、奥になってくると思うんですよ、はい、奥のお店を今から新規で作ります、はいね、そんなことができますかっていう話なんですよ、はい、<laughs> できないですかねできるんですか 僕はちょっとそんな簡単なもんじゃないような気がしてて損益分岐点ってごめんなさいね、はい、あの、はい、何人在籍ぐらいからって話でした僕は三十五名あの人数の話で三十五人が損益分岐っていうのがまずめちゃくちゃハードル高いなと思っててその三十五名のその風俗場の方々を回すしかもお茶を引かせなずずにとにかくその子たちに一人でも必ずつけるっていうのはまずめちゃくちゃ大変なんですよ三十五回転なんかはいけないわけじゃないですか一日にね。 それ超繁盛店なんですよ。そ,<う>そこの、まず、大前提がめちゃくちゃハードル高くて、皆さんなんか三十五名。いけんじゃねえみたいな思ってるかもしれないですけど、三十五名を回すって、めちゃくちゃ大変です。すごい大変なことを、めちゃくちゃ簡単にできるんですよって言ってるのが、違和感があるっていうことです。あ、まあ、それも、なんていうんですかね。もちろん、その三十五名、最初入っても。最初はもう、はげていくと思ってるんですね。まあ、最初のそのバランスですね。女の子のバランスとお客様のバランスが。 合わなくて稼げはい人を売る商売は金がかかる自らのビジネス経験をもとに語る夜の帝王桑田儲かるビジョンの見えない事業計画に虎がうなる圧倒される志願者この状況を どう乗り越えるのか在籍している150人が月の月収10万ぐらいにしか満たない人も結構いるでしょもうバラバラですねその人って5万円払ったら半分しか給料もらってないのと同じですよねあもちろんこれで僕の女の子の最初の取り分としては<スッ>出勤が月に5日以下の方に関してはこのやり方としては損します損しちゃいますね うん、僕の店であれば財政人数を増やさないとんか僕もまあいわゆる人材に関係する仕事をやってるのでとにかく多くの人を雇ってその人たちを回すのめちゃくちゃ労力かかるっていうのは分かるんですねわかるしだからこそ会社はきっちり利益を取らないと回していけないよとその人たちの待遇も守れないよっていうのは分かるので桑田社長のおっしゃることめちゃくちゃ分かるんですけど一方で。 あのこの提案の中で僕が唯一ロマンを感じるのは100%バックななんですよなんか働いてる人にとってこれはちょっと他と違うよなっていうところで僕も100できるだけたくさんバックしてあげたいなって思いながら雇用してる側なんでこれはね僕大好きなんですよ考え方で。あと回るかじゃないですか。 ととななってくるともううその中でんだろう、えー、と工藤さんのおっしゃってる100%バックするっていうところでめちゃくちゃ人をねどん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 女の子を集められるんだとかどんどんお客さんも呼んでこれるんだと100%バックだったらもしかしたら少し安くお客さんに提供できるかもしれないのでももちろんそれも考えてます、ね、とかも含めてその辺のこう称賛がもうちょっと見えてくるとめっちゃ夢あるなと思うんですけどどうですかその辺もちろん同じことをおっしゃる通りで考えてまして。口コミで女の子そういうい いろんなお店に例えば利用してですねこういう店があるよっていうことをもう口コミでとりあえず伝えていくしかないかなと最初は怪しいと思うかもしれないんですが、まあ、横のつながりもいっぱいありますのであそこ本当にこういうバッグだよっていうことで口コミで地道に広げるしかないかなと大体いいそれが僕半年間はかかると思ってますので逆に集集ままり出すすとと一気に加速して集まっててっっいくと思ってるんですがこ,この事業の新規立ち上げの時に困るのってどっちか教えてほしいんですけど、はい、求人なのかそれとも客集客なのか。 これどっちもなんですけど、このバランスが取れないと、例えば女の子だけいても、あの集客がなければ女の子稼げなくてやめていきます。どっちも難しいんですか？どっちも難しいので、これがこのバランスができればでだいたい僕は半年間って見てるんですね。そ半年間で逆にバランスが取れなければやるだけ無駄っていう。うん、だからあの100%バックなんで集まりやすいよねっていうところですよね。そうです。なので、まあ、求人はそんなに心配してないってことでいいんですよね。はい。じゃあ集客ですよね。そうですね。ね集客に関してはもう。 一応自己資金の中で逆にお客さんに還元してホテル代無料とかですね資金の続くだけお客様に還元できて集客を集めようかなっていう自己資金どれぐらいあるんですか一応400万ぐらいなんですけどまあ逆に足らなかったらちょっとでも借りて,借りてでもやろうかなと思ってますのででも他を回って散々借りれなかったからここに来てるんですよね最悪これが動き出すとまあ頭下げればまあ借りるというか もらうというか、もうそういう方は癒しにるとちょっと <laughs> そんな方がいるんですか？してよみたいな感じではお願いはする。なるほど。ようにも一応準備はしてますけども、でも予定していた資金調達がうまくいかなかったから今日来てるわけですよね。あ、そうですね。<laughs> <laughs> 今のもなんかちょっと矛盾を感じるんだよな。百パーセントバックシステムに共感を示す一方で。 ビジネスへの不安を隠せない虎の姿も見える史上初風俗業界での挑戦オール・オア・ナッシングの行方は次回最終話男の挑戦その一部始終を目撃せよいやいや一回お店に入れなかったら買収みたいになっちゃいませんそれって。